はい、こんにちは、しゅんじです。今日は2016年トミカ博 in 大阪で買ってきましたトミカをご紹介します。まず1台目はかっこよく登場してくれました、こちらトミカイベントモデルロングキャデラックエスカレードから見ていきます。はい、こちらになります。ではフロントからゆっくり回して見ていきましょう。はい、こちら可愛いねキャデラックのエスカレードロングバージョンなんですが、ボンネットにはこちらイベントトミカのロゴのステッカーが貼ってあって、ヘッドライトにクリアの樹脂パーツが使われています。はい、サイドの方見まして、トミカ博へようこそと可愛いめっちゃ可愛く書かれてますね。あとですね、アクションの方なんですが、これリアドアって言っていいのかな、後ろのドアが開きます。反対側も同じようにですね、後ろのドアが開きます。中の方ね、見えにくいんですがね、すごい長いベンチシートみたいなのが、作られていますね。さすがロング。はい、テールの方はね、こんな感じになっています。テールレンズ、そしてハイマウントの部分が赤色でペイントされています。反対側のサイドはこんな感じです。まず1台目ご紹介しましたのは、ロングモデルのキャデラックエスカレードでした。では続いて入場記念トミカ2台。こちらの方ね、もらってきましたので、中の方見ていきたいと思います。まずはですね、ダイハツミゼット。はい、こちらもくるっと回して見てみましょう。はい、こちらダイハツミゼット、ボディカラーの方はですね、水色のメタリック、そして荷台のカバーの部分ですかね、トミカ博と書かれています。はい、後ろの方はね、こんな感じになっていまして、ここからね、荷物が入れることができそうですね。反対側のサイド、こんな感じです。タイヤの方はですね、こちらミゼと三輪になってます。レトロ感のあるすごい可愛い1台ですね。そしてもう一つがこちらTDM SWEEMAX。 SWEEMAX の方は売店の方にですね、色違いのやつが売ってましたね。では早速箱から出して見ていきましょう。はい、こちらになります。こちらのSWEEMAXはですね、ボディカラーの方がですね、真っ赤、赤色のソリッドで、あと運転席なんですが、一人乗りなんですね、こちらSWEEMAX。フロントタイヤ、左右にはですね、こちら赤色のね、なんかね、よう分からへんカバーがしてありますね。後ろの方行き回して、こちらね、透明の中にですね、可愛い色のなんかちっちゃいのが入ってますね。中で動いています。
売店で売ってました色違いのスイマックスはマットブラックのカラーになっていましたね。そちらの方ね、今回買ってないんですよね。こちら2台入場者記念トミカをご紹介しました。続いてご紹介するのは今回もありましたアトラクションゾーン。プレイチケット売り場でですね、1枚100円、11枚がですね1000円のチケット、今回ね11枚組の1000円のやつを買ったんですが、そこでトミカマッチング、そうトミカマッチングチケット5枚を使ってですね、これ当たりがメッキ調のクラウンアスリートだったんですね。それが欲しくてやってみました。あとトミカルーレット、こちらはですねチケット5枚を使ってですね、これはですね当たりが金メッキバージョンの日産エクストレイルでしたね。これは実はなんと当たったんで、今回ちょっとご紹介したいと思います。まずはトミカマッチングで外れてしまったこちら、本当だったらメッキバージョンのクラウンアスリートなんですが、外れの日産ディーゼルクオンタンクローリー、こちらの方ねもらってきました。残念だったな。はい、はい、こちらになります。こちらクオンタンクローリーなんですが、ボディカラートラックとしては珍しいですね。オレンジ色のツーコートパールになっていまして、タンクの部分にはタンクローリーともそのままのですね、ステッカーが貼られています。あとは特に変わった感じはないですね。そして次トミカルーレットで大当たりしました。こちら日産エクストレイルの金メッキバージョン、これね、かっこいいんですよ。はい、キラキラしてるでしょこれ。こちら日産エクストレイルなんですがね、ボディカラーは当然見たまんま金メッキなんですがね、気をつけないとすぐに傷が入ってしまうんでね、ボロボロになってしまいそうですね。こちらフロントのヘッドライトはですねクリアの樹脂パーツが使われていまして、グリルのところだけがですねこちらメッキじゃなくて、黒色、そしてシルバーエンブレムが貼られています。再度アクションにですねサスペンション機能がついているのと、あとホイールの方もですねこれいつもだったら銀メッキなんですが金メッキになっています。はい、そして後ろはこんな感じですね。ガーニッシュのところとエンブレムがシルバーでペイントされています。反対側のサイドはこんな感じです。はい、こちらトミカルーレットで大当たりしました。日産エクストレイル金メッキバージョンでした。実は今回初めてアトラクションゾーンで遊んでみたんですがね、意外と楽しいですね。そしてまあ、外れもあるんですけれどね、一応トミカももらえますので、よかったらぜひチャレンジしてみてください。続いてご紹介しますのはね、2016年にイベントモデルで新しく登場しました。さっきね、こちら、ご紹介しましたロングなんですが、これも2016年バージョンなんですが、あと新しく出ましたこちらの2台を買ってきました。まずはイベントモデルの日産シルビアナンバー19番ですね、見ていきましょう。はい、こちらが日産シルビアになります。
はい、こちらボディカラーの方はですね、ソリッドのちょっと濃い青色になっていまして、ボンネット部分だけカーボン調になっています。フロント部分、ヘッドライトの部分がクリアの樹脂パーツになっていまして、結構細かいですね。真ん中の部分、こちらシルビアと書かれています。かっこいい。はい、次サイド行きまして、ホイールの方はインチアップされましたスポーツホイールが履かれているのと、アクション機能にサスペンションがついています。そしてドア開閉もします。室内の方はこんな感じです。ドアの方にはトミカイベントモデルとちょっとスポーティーな感じでね、ステッカーが貼られています。はい、テールの方行きまして、テールレンズが赤色にペイントされているのと、あとはリアのスポイラーがついています。反対側のサイドはこんな感じです。ボンネットがカーボン調になるだけですごいスポーティーな感じになりますね。個人的にこの方のシルビア大好きなんでね、すごい嬉しいですね。ではもう1台、ナンバー17番フォルクスワーゲンザ・ビートル、こちらの方見ていきましょう。これもね、可愛いんですよね。はい、こちらです。はい、こちらフォルクスワーゲンザ・ビートルなんですが、ボディカラーの方はソリッドの赤色と、あとルーフ部分がですね、艶消しの黒色にペイントされていますね。フロントの方はね、こんな感じになっていまして、ヘッドライトのところがシルバーにペイントされて、可愛いワーゲンのエンブレムが貼られています。はい、サイド行きまして、わー、これまた可愛いですね。ドアの真ん中にはですね、トミカイベントモデルと、あと可愛くハートのね、ステッカーが貼られています。ホイールの方はですね、ノーマルホイールになっていまして、アクションでサスペンション機能がついています。そしてテールの方行きまして、テールレンズの部分とハイマウントの部分、ちょっとね、分かりにくいんですよね。同色なんで赤色でね、ペイントしていますね。はい、反対側のサイドもこんな感じで可愛くハート、そしてトミカイベントモデルと書かれています。2016年イベントモデルとして新しく出ましたのはこちらの3台を買ってきたんですが、まだ他にも2016年新しくイベントモデルで登場しました、可愛くてちょっとおかしなね、トミカたくさん出ていましたんで、今回僕は予算の関係上ね、こちらの3つを選んで買ってきたんですがね、友達のね、おもチャンネルさんではね、全部ね、買ってご紹介しているようなので、またね、そちらの方でね、面白いトミカご覧ください。トミカ博の売店コーナーでですね、5000以上お買い物するとですね、こちらのトミカランチョンマット、紙製なんですが、こちらの方がもらえます。中には4枚入っていまして、今回僕が履いていたのはこちらのね、日産 NV350 キャラバン、消防士記者、そしてトヨタクラウンのパトロールカーのイラストのランチョンマット、こちらですね、4枚が入っていました。はい、今回は2016年トミカ博 in 大阪入場者記念のトミカ2台と、あとはですね、アクションゾーンで遊んでもらってきました2台、そして新しく2016年イベントモデルとして登場しました3台をご紹介しました。トミカ博 in 大阪はまだまだゴールデンウィーク中5月8日までね、開催されていますので、またお時間があればぜひぜひ遊びに行かれてみてはいかがでしょうか。では今回はこの辺で、じゃあまたねー。
のかなと思って、クラウマジェスタで試してみたいと思います。